本日も毎日展望をお届けしてまいります。解説していただきますのはスポーツ報知の長谷明憲記者です。長谷さん、本日もよろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ、日本モーターボート選手会会長杯、本日3日目予選最終日となりました。今日の第10レースまでが予選競争となります。さあ、橋さん、昨日のちょっと振り返りをしたいんですけど、昨日はね、気がついた時にというか、あら、1号艇ばっかりですね、なんか逃げてるな、逃げてるなって言って、ね、6レースが終わって左ページ、はい、右ページに入ってね、カナダから、うん、逃げたな逃げたな、また逃げたなで、11まで、あ、今日全部11まで1が逃げてるぞと思って、まあ、12レースもね、篠本志選手はしっかり逃げてね、はい、昨日はインが12勝、はい、イン逃げ12連発、はい、いや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 、白ばっかり、はい、あー、面白かった面白かった、それはどう拾えばいいですか。白だけにね、白が、いや、でもやっぱりね、いや、面白かったけど、僕はね、うん、まあ、配当も ね、本命が多かったで、まあ、うん、本命の方はね、まあ、昨日はね、まあ、よく当たった、当たった、よかったと思うんですけどね、はい、ちょっと穴党の方は、私を筆頭とするね、穴党の方はね、はい、なぜこう白が強いのにね黄色を買ったりとかね、買ったりとかね、青を買ったりとか、とかね、緑を買ったりとかもうよく見なさいとしたんだろうか。でもね、はい、白が強いけど、うん、ちょっとね、得点争いはね、混戦なんだろうな、はい、そうなんですよね、まとめてね、白星を量産してるって選手がいないんですよね、うん、ちょっとね、もう、うん、まあ、インが長い強い流れっていうのもあったので、はい、まあ、1号艇でしっかりとね、うん、勝ってね、うん、枠の悪い時に、うん、まあ、いかに上位着順を取るかっていうのがね、うん、今節のポイントじゃないのかなと思います ね、 さあ、今日は反動があるのかないのかあのね、だいたいね、バランスってあるんですよ、はいはい、1が全部強かった時っていうのは、うん、次はバランス考えればね、から考えればね、少しはなんか、はい、と思ってるあなたの方は多いと思いますよ。はい、ということで今日も楽しみにしていただきたいと思います。はい、初には今日も注目レースを挙げていただいておりますので、まずはそちらのフリップからご覧ください。さあ、はずさん、今日の注目レーサーなんですが、8レース岡部隆選手にしました。はい、そして注目ポイントお願いします。気配アップで逃げチャンス、逃げチャンスということで、岡部選手ね、うん、昨日ね、まあ、はい、1回走り、まあ、6号艇だったんですけどね、うん、はい、そこでまあ4着と、うん、初日の気配見ると、うん、もう6頭を並べそうなくらい悪かったって言ってたんですけど、はい、昨日のこの1回走りの6号艇の4着ね、はい、収穫があったらしいんですよ。素晴らしい。もう一日中ね、もう時間があったので、うん、調整してね、そうずっとスタートして下がることもなくなったし、押す感じも出てきて、おっと、やっと勝負できる足になったというプラスのね、はい、コメントが出てきました。ということで8レースの岡部選手を、まあ、岡部選手、はい、今日はね、2回走り、まあ、前半2レースと含めてのね、うん、準優勝負勝ちでね、はい、まあ、2走でまあピンに1着2着欲しいので、前半でね、うん、2着までに入ってくれば、ここ本当気合いの入る、はい、勝負かけになると思います、うん、もう新入もね、まあ、枠慣れでしょう。中尾選手も ね、はい、ね、6号艇ですけどね、うん、5号艇地元の、ね、先輩がね、久田選手がいるんでね、はい、うん、無理な前付けっていうのはできませんの で、ね、そうですよね、枠内の3対3なのかなと思います、はい、ここは岡部選手ね、うん、まあ、最近のイン成績もいいし、うん、今、ね、インはね、8連勝としてるんでね、はい、松村選手、スタートや選手がいるんでね、うん、岡部選手もね、インコースの時の平均 S っていうのはコンマ1、3と速いんですよね。なるほど。で、なおかつ2号艇に松村選手がいるんで、しっかり壁役になってくれると思います。壁もいますし、はい、はい、ですんでね、まあ、先前できるチャンスだなと、うん、そしてまあ相手もね、まあ、順当なら、まあ、はい、今節の動き見ると松村選手じゃないのかなと、うん、林選手がね、まあ、苦労してます ね、 そうですね。昨日はね、シンダーケースのセット交換プラス、うん、キャリアボディをね、はい、変えてね、まあ、12レースは2着に入ったんですけど、うん、はい、うん、船橋は中堅もないのかなと思ってるんですよね。あ、まあ、大幅な、ね、気配アップはなかったと思う、うん、でも林選手、ここね、まあ、予選がここがラスト、まあ、今日12レースがあるんでね、はい、12はノーカウントなんでね、はい、ここ勝負が出れば、まあ、うん、2等で相手探し、まあ、ですが本当ピン勝負になるとは思うんですけどね、はい、ですんで、まあ、1、2から、まあ、松村選手の2、うん、3着っていうのでね、はい、まあ、2、3着ですけど、1、2からは3、5、6とちょっと手広くですけど、外枠も入れて、はい、はい、中尾選手も入れてね、うん、選手で、それで、まあ、1、3、2っていうのをもう一つ、はい、そして、まあ、松村選手が逆転したときは 2からのね、うん、1、3、3、1のね、まあ、折り返しっていうかね、はい、まあ、結果的に、まあ、内枠3人の
争いになるんじゃないのかなと思ってます。はい、わかる。昨日のね注目レースも挙げていただいておりますので。でもね、昨日もね、まあ、インが強かった。インが強かった。でもね、私が出してたね、うん、ね、そうなんです、長井選手がフライングを切ったんだね。そうなんです。もうなんかもうなんか僕がなんか踊ってたんじゃないかと思うぐらいだったんですけど、ね、全然全然そんなことはないんですが、でもさあ、でも昨日はねインゲばっかりだというよりは、ここもね、インゲ期待大で、はい、行きたいと思います。わかりました、ありがとうございます。ということで今日の白石記者の注目レーサーなんですが、第8レースの岡部選手を挙げていただきましたので、はい、ぜひそちらのレースもご注目していただきたいと思います。さあ、長谷さん、はい、続いてのコーナーに行きましょう。行きましょう。せーの、困った時の長谷田の2。今日は撫でるかな、出てほしいね。昨日はね、本当ね、改めて配当を見るとね、はい、あ、ちょっと恥ずかしいんですけど、全部ね当てなくちゃいけないような配当だったんですけど全部当たってません。全部当たってません。いや、普通はね1が全部来てね、配当みたいなね、これも誰も全部当たってんじゃないかと、当てて当然じゃないかとね言われるぐらいな感じで、でも当たってませんからね。からでもちょっと、今日もねやっぱり1号艇がしっかりした選手がいるんですけど、このレースはちょっと侵入からね、ちょっとごちゃごちゃっとなればと思ってピックアップしました。わかりました。じゃあちょっとその気になるレースを見ていきたいと思います。はい、続いてのフリップご覧ください。さあ、困った時の長谷田のみなんですが、今日最後の12です。おお、12です。ここはもう準優争いには関係のないノーカウントの ね、一般特賞なんですけどね。はい、まあ、ここはまあ普通に考えれば森永選手がね、はい、まあ、やっぱりまあいいんで、もう大本命になるでしょう ね、 そうですよね。ただここはね、ポイントはね侵入だと思うんですよね。なるほど。鍵を握るのは5号艇の林選手。林選手、さあ林選手がどこまで動くのかというのがね、林選手ね、とにかくまあ今年はまあ6コースは1回もないし、うん、5コースもね、うん、1回しかないんですよね、うん、5号艇でも内を狙って動くタイプなので、はい、まあ、林選手が動いてくれたら進入ごちゃごちゃするのかなと。あ、なるほど。まあ、一応ね本戦は森永選手から、うん、そしてモーター気配のいいのはね中辻表ですね、はい、ですんで、まあ、1位から4、6っていうのを集めなんですけど、うん、2号艇森選手もね、うん、フライング持ちではありますけど、はい、動き自体はね船橋自体は悪くないのでね、うん、内枠のね、はい、モリモリコンビがね、モリモリコンビが1位っていうのもあるのかなと。なるほど。そしてね、先ほども言いました、うん、林選手はちょっと厳しいですね。はい、江本選手も時間帯によってちょっと合わせられてない時もあるというふうなことを言ってましたし、やはり江本選手のこの75号機ね、18% ちょっと低勝率機でね、うん、調整合わないとね、ちょっと難しいのかなと思ったんですよ。ですので、はい、森永選手がすんなり逃げてくれれば、その印のね、うん、中辻、表、森というところで、1から4、6、2の2、3、10、はい、というんで買い目出しました、はい、そして林選手がね、うん、毎月動いた時は昨日もね、はい、林選手6号艇で毎月動いた時ね、うん、江本選手2号艇突っ張ったんですよね、はい、で逆に中辻選手はねインコースを取ったけど、うん、本当は入りたくなかったらしいんですよね。あ、そうなんですか。 あまりにもね、うん、流れ込んで深い侵入になっちゃうので。なるほど。もうそんなんならもう本当はね過去に行きたかったけどやっぱり1号艇だったんでね、やっぱりね、お客さんがねインと思って買ってくれてるので入りましたと、はい、いうことは、ここでは林選手がゴリゴリ前付け言ってくれたら、うん、もう俺は角に引いてもいいという考えなのかなと思ったんですよね、うん、で中津選手もね序盤っていうかね前勤日だけは乗れないって言ったけど、うん、今はね乗れるようにもなってるし足も強めと言ってますからね、はい、じゃあスタート頑張ってガツンと行くのは中津かなと。なるほど。まくり出し入ってくれてもいいし、うん、まくってもいいし、うん、そしたらまあね中辻選手からの、まあ、森永、まあ、うん、森表、はい、っていうところの 2,3 着でね、うん、願望としては森永選手が消えていただければ1,2,6,1,6,2だと少しつくのかなと、つくのかな。昨日はね1が真っ白い花が咲いておりましたの で、ね、回答も何もかも、もちろん森永選手強いんですよ、強いですよ、強いけども、うん、やはりちょっと侵入が乱れてるレース乱れてくれればですね、はい、乱れれば中辻選手のチャンスもチャンスがある、そして長谷チャンスも長谷チャンスとね来るのではないかと、長谷ちゃんチャンスが来るかもしれませんね。危ねえ買うとこだった。はい、ということで、はい、まあ今日の困った時の長谷田のみなんですが、まあ、一般特賞戦にはなるんですけど第12レースの、はい、はい、こちらの方狙い目の方、あ、そうですね、そうですね、森永選手と森選手とはね、うん、フライングを持って、まあ、中田選手もフライングを持ってるんですけどね、うん、まあインであんまり深くなっちゃうとね、はい、スタートも行きづらいのかなと思って、うん、ちょっとここで
乱れるレースはここじゃないのかなと思って出してみました。はい、乱れてほしいという願望もいろいろコメンター困った時の蓮田の実を、展開予想いただきましたので、たまにはね本当ね当てたいですね、当たらない記者として有名ですからね本当当てる記者という有名になりましょう。はい、はいはい、ということありがとうございますということで今日の蓮田の実なんです第12レースの、困った時の蓮田の実第12レース上げていただきましたので、ぜひこちらねご注目していただきまして、ね、はい、1日レースをお楽しみいただければと思います。さあ本日も毎日展望お付き合いしていただきましたのはスポーツ報知の長谷明憲記者でした。長谷さん本日もありがとうございました。